久保さん、イーロンマスクにしましょうか。えー、イーロンマスクのね、僕ね、好きな言葉いっぱい、いっぱいというかね、これが一番好きなんですけど、一番好きっていうか、まあ、何すか、うん、当たり前のことを言ってるのが好きなんですよ。まあこれね、猛烈に働けと。毎週80時間から100時間働くことで成功の確率を高められると。まあこれは、まあ、サイトに載ってるやつなんですけど、僕が、そのインタビューでね、なんかその、成功するためにどうすればいいですか、みたいな。まあ死ぬほど働くことだよ、みたいなこと言ってて。 なんか当たり前のこと言ってんですけど、なんかその当たり前のことをズバって言うのが好きで、うん、なんかま泥臭いじゃないですか。めちゃめちゃ働くとかね。うん。なんか100時間働けとかね。なんかもう、なんか精神、なんかその、テクノロジーの会社なのに精神的な話っていうね。うめっちゃ働くんだ、みたいなね。<laughs> 僕それが好きっすね。言ってらっしゃい。